皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトーストゆで卵サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市鷺山のコーヒータイムにお邪魔します。モーニングは午前8時30分から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな？その先、目的地周辺です。矢印の先、車が止まってるところがこれからお邪魔するコーヒータイムです。駐車場は案内板に書いてありますので、安心して車を止められます。モーニングサービスは午後1時までと長めなので嬉しいです。お店の中はまるでログハウス風、木のぬくもりを十分に感じられるモダンでおしゃれなお店です。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけ見たいですが、モーニングの内容が週替わりで変わるみたいです。ホットコーヒーが420円でしたので、モーニングはドリンク代のみの420円です。皆さん見てください、420円でこのボリュームです。すごいですよね。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初にトーストから見ていきます。このトーストはサンドウィッチです。サンドウィッチですが、皆さんと一緒にサンドウィッチの中を覗いてみましょう。サンドウィッチの中には潰し卵がたっぷりと挟んでありますので嬉しいです。画面右の乳酸菌飲料から見ていきます。乳酸菌飲料の左はバナナです。その左はパイナップルです。パイナップルの左はオレンジです。そのオレンジの左の緑色はブロッコリーですが、ブロッコリーの左がサラダなので、ブロッコリーはサラダの中に入ってる野菜です。画面中心の透明な器に入ってるのがデザートです。上から見るとこんな感じです。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それにしても420円でサンドウィッチとワンプレートに6品はすごいです。すごいコスパモーニングですね。サラダはシンプルなサラダですが、サラダのお供といえばドレッシングです。サラダに美味しいドレッシングがかかってるので嬉しいです。トーストの片面だけ焼いてありますので、焼いてある面はカリッカリ、焼いてない面はふわふわで、究極の卵サンドウィッチです。潰したゆで卵とマヨネーズを合わせた優しい食感が妙に懐かしく美味しい卵サンドウィッチです。バナナは炭水化物やタンパク質のほか、ビタミン、ミネラル、葉酸、食物繊維などバランスよく栄養素が含まれている優れた果物みたいです。パイナップルにはビタミン C が多く含まれています。
ビタミン C は皮膚の張りや弾力を保つコラーゲンの生成やシミの元になるメラニン色素の合成を抑える働きがあるため、美肌効果につながるみたいです。柔らかくてジューシーな果肉で、程よい酸味と甘みが美味しいオレンジです。このフルーツは缶詰のフルーツみたいです。甘くて美味しいフルーツです。乳酸菌飲料、嬉しいサービスです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？なんと420円でサンドイッチとワンプレートに6品ついてるモーニングはお値打ちモーニングです。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。